山崎ギターの小松です。ボーカルのコウです。ゲストのギョウです。1週間で絶対音感習得してみた。僕はですね、1週間で絶対音感を習得します。で、明日からもう、家にキーボードあるんで、それでもう全部音を覚えて、来週音を言われたらそれを当てます。まあでもね、ちょっと音感はあるんで、正確に音を覚えられればもう成功するはずです。ちょっとね、これから家でめちゃくちゃ音を聞きます。そして来週絶対音感習得できてるのかやってみたいと思います。よろしくお願いします。絶対音感習得するぞ。なんかミはわかんだよな。ミが来たら絶対わかる。ミ基準だな。ミ中心でいこう。でね、なんか絶対音感トレーニングみたいなアプリがあったんで、ちょっとねこれで鍛えていこうかなと思います。いきます。ちょっとこれできちゃってるよ。うわ、惜しいな。どうでしょう。ほら。ちょっと完璧です。1週間経ちました。ちょっと完璧です。携帯でなんか絶対音感のテストみたいなアプリがあって、それで10問中9問クリアしました、だからもうできてます、絶対音感、ちょっとそれを今から証明します。どうぞ。では行きます。お願いします。行きます。み、正解。はい、しょ。これみはね、言ったでしょ。みだけは覚えてるんだよ。ありがとう。では次お願いします。み、ブブー、F です。うわぁ、引っ掛けられた。くそー。